はい、どうも、マグマグマグロンと申します。捕獲したモンスターはここにいます。研究中ですね。はい、というわけで、そんなのはどうでもいい。ログインボーナス。はい、これがあると分かりやすいんですよ、いつもね。ログインボーナスで分かる通り、2018、2月17日の土曜日に分となっております。ね、土日しかできないからね。久しぶりのモンハンになりますよ。あ、まあ、久しぶりったってね、一応毎日ね、やってんだけど、動画は撮ってないんでね、こうやって、たまにしかメインは進めないで、あとは素材集めを必死にやっております。ね、その弾のね、土日にも関わらずですよ。カーリング女子を見たり、さっきなんかね、羽生くんのね、金メダル見てからやってるからね、なおさらね。今、ね、羽生くんの2連覇を見た後と、これが一体いつ動画が 更新されるのか 1ヶ月ぐらい経ってるだろうし、オリンピックなんかとうに終わってる頃に配信すると思うからね、これね。で、武器を少々作りました。なんか、竜属性の体験。他には、水属性の体験。これはね、メイン武器ですね。骨だけで作れるやつ。一番攻撃力があるんで、いつもこれだけ使ってます。で、他には、麻痺、雷。他には、だってハンマーしか使ってないんだけどね、あと他。これも竜属性のハンマーで、ここら辺ちょっとね、余計なの作っちゃったね。で、あと、まあ、骨だけで作れるハンマー。で、雷、毒。ここら辺をね、今、使っております。なんか装備とかあったかな？装備品とかでは、ここら辺だね、パピメル。これ回避だっけな？どこって見んだ、これ。これが回避性能。これがついてるから今作りました。あとは、今回は装備してないか。これね、タロス。これで、正気環境に適応できるので、正気ダメージがないから、これちょっと作りましたね。まあ、一回で簡単に作れたから作っちゃったんだけど、腕がね、やっぱちょっといまいちだよね。で、ここはウルムの精霊の加護。たまにダメージが減ってくれるんでね。で、これは未だに集中ですよね。他にも作ったんだけど、やっぱ集中にがやっぱり、体験もハンマーも必要なんで、ここら辺の装備になっております。まあ、この辺をさらっと動画外で素材集めはしております。なので、メインは久しぶりだってことですね。じゃ、メイン行くよ。メイン気をつけて。ディアブロスですね、今日は。音爆弾なんて持ってねえな。まあ、しょうがない、普通にやるか。ちらっとね、テトル追っかけてるときに見つけたことは見つけたんだけど、せっかくだから使おう。いつもあれ余っちゃってね、もう毎回無理やり使ってはいるんだけど。飯は食ったぞ。かまど焼きやっとこうか。お願いね。あ、なんかすぐ近くにテトルがいるっぽい。あ、まあ、そういうところに来たんだっけ、俺。そうだね。よし、じゃあちょっと仲間になってもらおう。もうおとりとしてね。頼むぞ。攻撃を分散させてもらって。いたいた。仲間になってくれにゃ。ほら、お話ししてお話。お、意気投合してる。調査を手伝おうって言ってるにゃ。助かったにゃ。あ、そっか、ムービーがあんのか。お、警戒している。あ、ボルボロスだ。
バーン。うわ、下から来たロボを引きずり込んでいく。あ、そこから落ちるところからスタート。ボルボロス、はい、こっちがディアブロスでございます。懐かしいね、なんかね。あ、モンスターハンターワールドになるとだいぶ硬そうだな、本当に。やべ、氷属性だったけどそれは持ってないからね。尻尾はたきに直接。ああ、本来ならあれですな、音爆弾欲しいですな。うわ、勝って体験で大丈夫か。俺尻尾欲しかったから今体験できちゃったけど大丈夫これ。ガード痛え。大丈夫かなこれ。あー、泣かれたらダメー。おお、やべ、死ねる。あれ、俺応急薬持ってくの忘れた。しょうがない、回復薬グレート飲む。まあ、過去のやつならこういうところに隠れればガツンってならない。今までのだったらね、ガツン、はい、来たー、やっぱりあったー。全然硬くて全然ダメだ。あらららら、あ、これ隠れてる効果があるみたい。ほら、いいね。おりゃー、硬いよ。勝てんのかこれ。はい、尻尾振り回してくれる。おー、危ねえ。いや、勝ってー。鉄断工だ、危ない。いや、当たったねしっかり当たったね。意外と早い。お、盾持ちだからあんた結構便利ね。無理か。あ、逃げられちゃう。新タメ切りができなかった。ごめんね、先行弾もこんなに用意してくれたのに使わなくて。あ、ここでともしかしたら、あ、こっち来ちゃった。こっち来てくれる。あ、そこでいいのか。
乗っかってみよう。もしかしたら何か起きるかもしれない。ここになんかいるの？あれ、なんか誰かいなかった？ここに。ああ、守りが強くない。あいつがそっち行っちゃったのか。こっちがこっち、こっち、こっち。今やる。当たって、ああダメか、逃げられちゃう。ああこっち来てくんねえかな。来たー。もしここで乗っかれば何かが起きるんではなかろうかと。おーい、乗っかれなーい。あれ、なんで飛べないんだ。走り回られちゃったら、あの森の鳥かご族だっけ、なんだっけ。あ、拘束してる。すごいすごいすごい。見せてあげたい、猫を見せてあげたい。これ大失敗だな俺。ちょっとね、ギリギリすぎて尻尾がうまくいけないです。尻尾までいけないです。おお、ありがとう。尻尾いった。よかった、一発でいけて。連続連続で。ああ、ありがとうね、助けてくれてありがとうにゃ。調査頑張れ言うて。森の虫かご族が、いや、いいのが見れたんだけど、猫が引っ張ってる姿をね見たかったんだけど、残念ながらね、乗っかっちゃったからね、取れなかったね、今ね。映ってなかったね、今。下から引っ張っててくれてたんだね。あ、いないや。ありがとう。いつの間にか、あの、大盾くんがいなくなっちゃってるね。あ、まだ柱がもう一個ある。じゃあ今度はこの柱をめがけて。いらっしゃい。刺さった。ダメなのは分かってる。ダメなのは分かっている。ただ俺は角が欲しいんだ。うわあ。痛い。いや、なかなか角をもらうのは無理かなこれ。おほほほほほ。どこにあるの？あったあった。あ、失敗。まさか潜るとは思わなかった。モンスターとお友達になったって。ケストドンが、ケストドンが無謀な戦に駆り出されております。届くか。うわー、もうちょっとだったのに、もうちょっとだったのにな。あぶれ。お、折れた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 ろ、今折れたろ。さすがウォーズマンの何倍のジャンプ力と何倍の回転と。あれで
ようやっと片方の角が折れた。あのよくわからない計算式。危ない。おお、なんか偶然であります。あぶね、突っ込んでちゃうとこだった。あぶね、よく当たらなかった。あ、新ため切りまでお願いします。ダメでした。危ねえ危ねえ。まともに食らったら死ねるぞそれ。あ、ケストドンに乗っかってる。空振り、そんなわからん。あら振りひどい。おお、間に合わない。ガード間に合わなかった。あ、死ねるからこっち来ないで。疲れてるかな。疲れてる、なんか動きがスローモーションだ。あ、疲れてる割にはよう動くの。ほら、ノンストップで大暴れ中であります。間に合わない。あぶね、今ので突き上げられてたら俺食らってたな。危なかった。さっきケストドンに乗っかってたな。待て。ガード、諦めてガード。当たらない。よっしゃー、いけるか。あ、いけそうだ。ようやっと、あ、空振り。いったでしょ、今の。いやー、カードだけでもう、砥石使いたい。いやー、今の新タメ切りが当たらないのは痛いな。ああ、潜ってきちゃった。いったー、今すごいところにしびれ罠を立てたのに見入ってしまったよ。なんで転んでんのあなた。いけー、あとはもうひたすらただ。あんなところでしびれ罠やってもあれなんだね、弾かれちゃうんだね。おおおお、どういう登場の仕方。新手の登場スタイル。あれ、俺今なんで当たらなかったんだ。今の食らうと思ってた。見て、あーダメか。ひるんでくれれば生き残れた。目の前に、俺の目の前に作ってくれた。
ここだ。はい、空振り。オッケーいったろ、これで。はい、2つ。はい、もう去り際の尻尾。いけるか。いった、ようやっと、ようやっと新ため切りが入りましたよ。どういう攻撃かわからない。届くか。ちょっと絶対届かない、これ何やってんだろう俺ね、タックルで近づくつもりがね、新ため切りになっちゃったんだね。間に合うか。72。あまずいまずい、死ねる死ねるぞ。おお、もう一回来るか、もう一回来るか。何の、あれ回復してくれない。こんな時にショートカットキーがうまく作動してない。お友達が解除されましたって、ここに倒れてるからかな。あー痛い。間に合え。また疲れてんだけどな。危ない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 。あ、疲れてる疲れてる、お腹に。あ、当たって117。おお、引っかからないよ、そのフェイント。頭にもダメージが。あ、当たるようになりましたよ。シャー、与野と先行玉の効果がなかったもう、あー、やばい、間に合うか。泣く前に、そしてここからのタックルからの、そして、あ、これ届かねえかな。あー、立ってちょうだい。140きたよし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 。いやー、なかなか難しいね、当てるので。タックルで微妙に近づくっていうね、それが多分今回の体験の戦い方なんでしょうけど、なかなかね、こううまくいかないね。早くね、戻ってくるの早くね。あ、もう眠いのかな。目の前で寝る、目の前で。ええ、おい、じゃあちょっと失礼して、こういう感じ。溶けるし、早くね、溶けんの。あ、しまった、ここに作ってくれたのに。ああ倒しちゃった。なんだ、もう間に合ってたんだね。まあ、ちょっとしびれ罠を与えすぎたせいで耐性ができちゃったんだ。しょうがないね。
骨髄がいっぱい手に入るな。骨髄ってレアじゃないのかな。牙、あ、ギルオスブレイドに使うみたい。廃坑、あれ廃坑の方がレアっぽいな、今までのパターンだと。ごめんね、作ってもらっちゃって。うん、口角、上流骨、口角、牙、この辺は普通。廃坑ってどうなんだろうね、競争エキス。廃坑とかそこら辺も結構そんなね、あの激鱗とかさ、そこら辺並みではないにしても結構なレアだったと思うんですけど、ちょっと調べてみるか。おや、イベントの方が先だった。わざわざここまで来てくれたの？地脈回路で迷子になってるよ。地脈を駆け巡り、あらゆる場所から炎が吹き出し、空が焦げ、大地のすべてが跡形もなくなるよ。じゃあ何、今世界中で起きてるこの火山の噴火とかは、ゾラマグダラオスがどっかで死んじゃったってことなの？それもその大地の脈でってことなのね。みんな静かに。では状況を整頓しよう。彼らの尽力で古代竜人からいくつか情報を得ることができた。一つ、ゾラン・マグダラウスは地脈回廊に向かっている。二つ、マグダラウスは死を迎えた瞬間溜め込んだ生命エネルギーを放出する。三つ、地脈は新大陸全土につながっており、万が一彼が地脈内で命を終えれば、放出したエネルギーによって新大陸が火の海となることが予想される。総司令、ここは避難を優先しましょう。妹にも気球で避難するよう伝えます。それじゃ間に合わないよ。討伐しかないんじゃないの？しかし、討伐した瞬間に火の海であることに変わりはねえぞ。渡りの古竜を討伐するということは、新大陸の生態系を僕らの手で断ち切るということや。僕らがここに来た理由は他にあるはずなんや。いいですか？お、相棒。でしたら回廊以外の場所に彼を導くというのはどうでしょう？ゾラマグダラウスを導く？調べたのですが、地脈回廊は海と近接した場所にありますよね。回廊にやってきた彼をどうにかして海側に誘導できれば。なるほど。海の中であればエネルギー放出の衝撃を和らげることができる。その後は彼の命を苗床に海の中に新たな生態系が築かれるだろう。ほら、相棒いいこと言うじゃん。以前報告した通り、大規模作戦に必要な物資が枯渇しています。それにあの巨大な古竜の進路を変えるだなんて、一体どんな兵器を使ったら？大丈夫だ、心配に及ばない。なぜならば、あれは消えよった。あら、船来たの？待っていたぞ、船長。よくやってくれた。間に合ったな。物資を山ほど持ってきたぜ。バリスタ大砲の弾、何でもござるだ。それだけじゃねえ。ギルドは、
とんでもねえものを積んだ船を預けてくれた。最新式の対古流用兵器激流装だ。あら、これがあればマグダラオスの誘導に強い希望を持つことができる。よし、ハンターたちは急ぎ地脈回廊に向かえ。具体的な説明は現地で行う。よろしく頼んだぞ。あら、どんどん話が進んでっちゃうね。導きの青い星が輝かんことを。え、もうまさかドラマグダラオス2戦目もうすか。マグダラオスを見送りに行きましょう。私たち全員で。あら、もうそんな佳境に迫っちゃっていいの。まだ全然回だよここまあまたダメなのかななんて言ったりして。よく聞け。導きの青い星が輝かんこと。もしちょっとなんかいろんなところにもしかしたら、そうだね、なんかびっくりマークが出てるので、じゃあここで一旦切っちゃいましょうかね。なんか新しい船が来たんだって。あれか、じゃあ新しい船をバックに。わお、なんか間違えてる。今日はのところは終わりましょうかね。よし、ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。次回はドラマグダラオスはやらずに、ちょっと1個脇道にそれていきたいと思います。なのでまだ次回はメインやりません。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。豚がいるからかな、変な音が聞こえんなと思ったら本当に。